実験体 A310 は本当に奇跡だ。 A 型から E 型までの260体の中で A310 だけは完璧な意識を持っている。それと A310 からはカレン・カスラナの影が感じられる。僕のカレンであると信じたい。でも怖い。もし A310 が僕のカレンではなかったら、僕も人類のトップに君臨する古今東西の科学者たちのように真理の扉の前に立っているのかもしれない。でも僕の理性が扉の向こうの真理が本物かどうかを疑えという。魂というのは今の科学では解明できない概念だ。でも僕は知っている。ゴッドのところに僕の欲しい答えがあるかもしれないことを。それにゴッドの使者律者はすでに誕生した。前の文明の記録によれば、第六律者、死の律者には魂を置き換える力があるらしい。死の律者なら僕の欲しい答えを持っているはずだ。その答えで僕は本物の僕のカレンと再会できる。僕の500年来の宿願が叶う。だから答えが出るまで僕はゴッドを守る。ネゲントロピーの奴らに僕の体型の邪魔をさせはしない。そして答えが分かったら、ゴッドを殺すさ。